されたフィールドへ続く道。道って言ってもフィールドが崩れてできた瓦礫の道だけどね。未完成のアインクラッドだからこんなことが起きているのよね。なあ、もし完成していたら迷宮区を通って行き来していただろうな。行き方はどうあれ新フィールドには違いないわ。どんな場所なのかしら。やっぱ簡単に攻略できるような場所じゃないよね。でもティアちゃんを探し出すためにも進まないのですよ。ティアちゃん、プレミアちゃんに起きている異常があの子にも起きているんだよね。ああ、苦しそうにしながらそれでも先に進もうと必死だった。しかもプレイヤーの人たちにもレアモブなんて呼ばれて狙っ、そんな危険な状態で一人でどこに向かって何をしようとしているんだろう。可能性がある場所、そこへ向かってそれを断ち切るって言っていたのよね。断ち切りたい可能性っていうのは何なの。可能性っていうのはいくつも選択肢があって自分で変えていくものだと思うんだけど、これ以上のことは本人に聞いてみないことにはわからないわね。私はみんなに出会ったことで可能性が広がりました。もしティアがその広がりを持てないのでいるなら私は力になりたい。そうだね、そのためにもティアちゃんを見つけてあげよう。はい。本来はプレミアと同じ設定のない NPC だったティア、それがプレイヤーたちの影響を受け思いを重ねた結果人を拒絶するようになってしまった。さらに今異常な現象が彼女を苦しめている。みんな準備はいいか。ティアに会うために新